私は、在りし日の運命を紐解いたのでしょうか。いえ、これはただの夢です。あなたが避けてやまなかった夢ですよ、僕の未来。あなたは時の中で何を見出したのですか。神秘に包まれし闇市の主。過去です、エリオット。私は絶えず過去を探しているのです。あるいはサボテンと流砂の理法の中に終着点を見つけ出すことができるかもしれませんが、運命がもたらす答えはあなたも私も知るべくもない。私はあの場所のすべてを憎悪しています。かの金貨の示す通りに進むことが、運命に頭を垂れることを意味するとしても、私はサルゴンを離れずにはいられなかったのです。でも僕はまだここにいますよ、サンドソルジャー。あなたが、己のすべてを捨てることは不可能です。運命という言葉は、あなたと僕の間ではすでに移ろうことのない定数なのですから。サルゴンはあなたの体に傷跡を残し、雇い主の目にはあなたは哀れな宇宙のようにか弱く映るでしょう。私はもう鞭打たれる感覚を忘れてしまいました。彼らを恨んでいますか。いいえ、僕は彼らの最後を知っていますから。そう、あなたの眼差しを通して。幸いあなたは後悔していないようです。でもあなたの表情からは何の答えも得られません。あの場所の一切を炎で葬ったのではないのですか。闇市には空を垣間見ることのできる広場がありましたね。夜があなたの記憶から揺り起こしたものを覚えていますか。私はあれを仮想だと称しましたが、筋書き通りにことが運び、たける豪華を前にしたとき、思い浮かんだのは、恩師の顔ではなかったのですよ。ソーンの賜物、あれの初めてのパーツを覚えていますか。道徳を黄砂のもとにうずめ、折よくも息子を亡くした監視を騙して得た、質の悪いアーツユニットのことですか。それにソーンの賜物、先生が陰謀家に何を与えるというのですか。パッセンジャー、教えてください。オリパシーは僕たちの生活を変えましたか。あなたは苦痛を感じますか。病は僕をどう変えてしまうんですか。あの黒幕たちの企みは失敗に終わったのでしょうか。震えていますね、哀れなエリオットよ。始まりに囚われることはありません。今はただ、鏡の前で、この結晶の美しさに見惚れるばかりですよ。春は商いの書き入れ時、夏は行事で彩られ、秋は井端を離れ、多くの利をたぐるのに良い時分。そして、冬は戦争の時節。これがサルゴンの式。あなたがこれから骨の髄まで憎むことになる式です。でも、イバトの夏の夜は星が綺麗に見えます。作り上げられた夢なんて不思議ですね。未来のドクター、僕はどうあなたと接したらいいのでしょうか。もし僕たちが、もっと早く出会っていたら。いいえ、ドクターはあなたと私の間のどの地点にも存在しないのですよ。あの方は私の今に属しています。あの方には自由に行動させるべきです。私は非常に期待しているのですよ。一人のビーブルとあのドクター、彼らの慈悲を求めているのですか。いいえ、私は自らを導く預言者の出現を
あるいは私自身が他者の預言者になることだけを望んでいます。病による苦痛よりも常しなえに続く虚無の方がはるかに呵責であるのです。聞いてください、エリオット。私は少し疲れました。眠りなさい、私のエリオット。眠りにつけば私たちは同じ夢にたゆたうことになるでしょう。あなたが私になる夢に包まれ、私がまだあなたである夢に沈むのです。私はありし日の運命を紐解いたのでしょうか。いえ、これはただの夢です。あなたが避けてやまなかった夢ですよ。僕の未来、どうもよく計り事が目に入って。ええ、そうですよ、エリオット。それだけでなく、争いや物質主義もあれらは偏在するのですよ。オリパシーに削り落とされた私の未来は幾ばくも残っていません。ロドスにはぜひとも気を逸さず利用してもらいたいものです。それは無理でしょう。あなたの自己破滅的願望を満足させることができる人はロドスにはいません。彼らが優しすぎるのではなく、あなたが厳しすぎるのです。これがエリオット・グラバーの判断です。まぶたを開いた時、あなたの瞳にサルゴンの冬は映りますか？不変の成果に眠りいるのですか？僕はあなたにならなければいけませんか？予言は運命の仮の姿に他なりません。安らかに眠りなさい、エリオット。あなたが私を形作り、私があなたを意味のあるものとしましょう。予言に語られない時が来たるまでは。どうしてもっとたくさんの仲間を入れないんですか？その方が効率がいいのに。そのうちわかりますよ。多くと出会うにつれ理解することになります。エリオットならきっと私に問うでしょう。空っぽの魂がどうやって人を真摯に導いていくんですかと。重症の先生を背負っていた時に得た背中の感触は未だに記憶から消えてはいません。あれは戦争の感触です。けれども戦争は利を図るには都合がいいのです。かつて私の戦いは全て一つの目的のためにありました。その目的を失った今、争いは過去に返しましょう。演習であると思えば良いのです。流砂の感触を覚えていますか？私の戦争兵器は必ずやあなた様の望みを満たすでしょう。しかして人こそが最後の兵器なのです。これらの兵器がいかにして誕生したかは記憶に留まったままです。恩師の名でもって戦うことで何を得られるというのでしょうか？感情は勝利をもたらすことはありません。復讐はもう終わったのです。闇市の冬に雪は降りません。また雪を見られるでしょうか？きっと機会はあるでしょう。けれどもその銀箔の世界にあなたが慣れ親しんできたものは何もありません。あなたの策略は人々の上を行きます。そうやって闇市の主になったのですか？ええ、あなたもそうなりますよ、エリオット。私にはよくわかっています。あなたは誰一人逃しはしません。罪ある者たちが逃げる様をご覧になりましたか？はい。あのクルビア人たちも同じような目で僕を見ていたのでしょうか？失敗が許された時間は過ぎ去り、戻っては来ません。私たちはあまりに強大な敵に立ち向かっているのです。運命？いいえ、僕たち自身です。
ロドスにいると安心できるんですか？カフェインのおかげですよ。彼を起こさないように気をつけていただけますか？思い出を大事に扱いなさい。まだ感情がたやすく揺れ動く時間を大切になさい。わかっています。少なくとも僕はまだ理解できます。アークナイツ。ある未来を夢に見たんです。四季が移り変わる景色の中で、すべてが無に帰り、悪夢も美しい夢もなく、ただ暗闇だけが残りました。それはまさに運命の答えです、エリオット。その闇は何者でもなく、虚無そのものです。でもあなたの表情からは何の答えも得られません。あの場所の一切を炎で葬ったのではないのですか？闇市には空を垣間見ることのできる広場がありましたね。